御用せるか。キリトじゃない。ちょうどよかった。手伝ってほしいことがあるの。手伝ってほしいこと？うん、私の護衛をお願いしたいのよ。村の井戸水の水源を調査して帰ってくるまでの間ね。大丈夫かしら？もちろんいいけど、どうしてそんなところに行くんだ？村の井戸水が汚くなって使えなくなっちゃったの。もう何人も病人が出てるのよ。井戸の汚染だって。原因は分かってるのか？それが分からないの。村中聞いて回ったんだけど、みんな何も知らないって。一つだけおじいさんが教えてくれたのは、もう数十年も前に同じことが起きたって話だけ。その時どうやって解決したかまでは覚えてないんだって。だから原因も解決方法もわからないの。そうか。この絵には伝えてあるのか？もちろん伝えたわよ。私一人じゃどうしようもないからね。けど調査に人を出せないって言われちゃったの。カラントから出てくる魔獣の討伐に忙しいからって。それで自分で行くことも考えたんだけど、外には魔獣がいるから一人で行くのは危険だし。それで俺に一緒に来てほしいってことか。分かった、護衛を引き受けるよ。本当？ありがとう。いざって時はキリトの判断に任せるわ。そうしてもらえると助かるよ。それじゃあ早速行きましょう。水源は洞窟にあるの。案内するわ。もう少しで洞窟よ。分かったよ。あれはこの絵兵か？ええ、この辺りに魔獣がいるんだわ。護衛を頼んで正解だったみたい。魔獣がいるってことはカラントがあるかもしれない。セルカもいるし、注意して進まないと。洞窟の奥に水源があるはずなんだけど、もう少し進んでみましょう。何か見える。あれは、セルカ待ってくれ。どうしたのキリト？あれ見えるか？カラントが生えてる。本当だ、こんなところにあったのね。道理でこの衛兵さんたちも見つけられないはずだわ。周囲に魔獣はいないみたいだ。今のうちに切るから、セルカは少し離れててくれ。分かったわ、キリトお願いね。ああ、任せろ。せやっ、お待たせセルカ。やっぱりすごいわ、さすがねキリト。そんなことはないよ。それよりこれがあったってことは魔獣もいるってことだ。警戒しながら進もう。まだ水源に着かないのか？結構歩いたけど。そろそろ着くはずよ。ほら泉があるわ、行こうキリト。あれが水源か。待て、あそこにいるのは。セルカ止まれ、魔獣だ。セルカ下がってるんだ。キリト気をつけて、あいつ毒を吐いてるわ。おそらく数十年前に汚染を引き起こした魔獣がカラントで蘇ったんだろう。セルカ明かりを頼む。分かったわ、システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。あれ、素因が生成できない。セルカどうしたんだ？素因を生成できないの？もしかしたら空間申請力が足りないのかも。いくら洞窟だからってそんな。いや、まさか。ねえキリト、もしかしてあの魔獣が申請力を毒に変えてしまったの？きっとそうだ。だからあいつを倒すまではまともに申請術を使えない。そんな。セルからなるべく隠れていてくれ。わかった、怪我しないでねキリト。ああ気をつける。よしよしよし
なんとか倒せたな。怪我はないか、セルカ。私は平気よ。キリトの方こそ怪我してるじゃない。待ってて、今直してあげるから。ありがとう、セルカ。助かるよ。お礼を言うのは私の方よ。キリトのおかげで汚染を止められたんだから。いや、セルカのお手柄だよ。セルカが動かなかったら俺は気づけなかったんだから。キリト、とりあえず魔獣を倒せたからこれで水源は大丈夫だよな。よし、帰って報告しようぜ。セルカ、立てるか？だから大丈夫。いた！あ、セルカ！ごめんなさい、少し足をひねっちゃったみたい。だったらすぐに中絶を。無理よ、さっきキリトを治すのに神聖力は全部使っちゃったもの。そうか、俺もさっきの戦いで神聖力は使い果たしたし、ここじゃ空間神聖力を補給できないよな。まあ、それじゃちょっとごめんな。ちょっと一人で歩けるわ。足をひねったんだろ、歩かせるわけにはいかないよ。うん、大丈夫だってば。それにいざって時は俺の判断に任せてくれるんだろ。確かにそう言ったけど、足を怪我して歩くのがやっとなのにすぐに治せないなんて十分危険な状況だよ。分かったわよ、仕方ないわね。そうだぞ、こんな時ぐらい素直に俺を頼ってくれ。そうね。よし、それじゃこのまま村まで行こうか。ダメよ、そんなの。洞窟を出るまででいいの。外に出れば治癒術で歩けるようになるんだから。ごめん。それじゃあ早く外に出ないとな。急いで私のこと落とさないでよね。ぎょい、セルカ姫。もう茶化さないで。そのありがとう、キリト。ジェネレートルミナスエレメント。ありがとう、もう痛くないわ。歩けそうか？見ればね。ちょっと、大丈夫か？ごめんなさい、体の均衡をうまく保てなくて。もう手を離してくれて構わないわ。ごめん。よかった、俺の神聖術がうまくいってなかったらと思って心配したよ。大丈夫よ、感覚でちゃんとひねったところが元に戻ったって分かったし。でも私自分で直せたのに、なんで？いや、セルカは疲れてるだろうと思ってさ。この後も道のりは遠いし、俺でも回復の神聖術は使えるからな。そう、あなたってやっぱり優しいのね。そうかな？ええ、最初からそうだったけど、ずっと変わってない。今回のことだってきっと相手がキリトだから頼れたの。キリトは強いし、あなたが一緒なら村のみんなのことを助けられるかなって思って。そうか、信頼してくれて嬉しいよ。でもなんだか頼りきっちゃったわ。あなたに魔獣退治だけじゃなく、その抱っこしてもらうなんて。そんな気使うなよ、言ったろ、素直に頼ってほしいって。なんなら俺は全然疲れてないし、村まであの状態で進んでも。もうダメだって言ってるでしょ。冗談だよ。ともかくあなたのおかげで本当に助かったわ、キリト。これでみんな安全なお水を飲めるようになるだろうし。あ、また何かあったらいつでも言ってくれ、力になるから。ありがとう、頼りにしてるわ。でももうあんな恥ずかしい頼り方はしないわよ。